とりあえずやるよね。銀行かんこん、銀行かんこん、よっけっ、レッ、はい、おこんばんは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 、はい、はい、よいしょ外した外した、おかえりなさい誰も集中できなくなるからこれねそうだね分かってるのね、はい、ということでね、今回ミル会に始まりました、はい、エルフィンの美声女ホームルーム、よろしくお願いします、お願いします、お願いします。ねー、まあ、まずはじゃあちょっとね、まあ、軽く自己紹介の方もしていきたいと思います。まあ、最初なのでね、ある意味最初なのでちょっとちゃんとやりますね。エルフィンのミユミユこと藤美優です。エルフィンのフラワーこと花ふたりえです。エルフィンのあちゃことあつちあやかです。エルフィンのぐんまいこと小倉まいこです。よろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、ある意味ね、まあ、お初というか久しぶりということで、そうなんです、うんうん、本日久しぶりのリモート配信でお送りしております。はーい、ね、今時のね、そういう流行りは全部ね、全部すぐに反映させていくのがエルフィンでございますから。そうだそうだ。流行りを時代に乗っていきましょう。はい。なので、まあね、いつも通りでも楽しい配信にしていきたいと思っておりますので、皆様最後までお付き合いください。お願いします。でね、また背景が面白いことになってるわけですよ。リモート配信ということで。まあね、コメントでありがとう。そう、私はね、そう、ちょっとクラゲ癒やしいなんて言ってもらったんですけど、私は、うん、クラゲを貼ってる、うん、本当だ、みんな突っ込んでくれてる、ありがとう、癒されてて、癒されてる、癒されてる、癒されてる、伝わる、あつちよ、ゆっくりな、ゆっくりしていって伝わるよ。で、そんなあつちさんの背景はそれはどうしたい、うん、私、牛です。はい、牛だかわいいそうなんです。やばいね、視聴感が。そう、ツイッターにお正月になった時に載せたんですけど、うん、でもそれ以来二度と使わないなって思ったから今使ってます。イエーイ、イエーイ、牛さんだ。そうなんです。かわいい。ありがとう、牛年です。ありがとうございます。でね、そうそう、あとね、コメントでも気になってます。おぐまいの背景何だなんて。あ、これおぐまいには今日も広いねなんて人もいますね。そうなのよ。ちょっとね、今の時期イルミネーションなんかもやってるから、よかったらいらして私の庭に。いや、いらして私の庭に。ちょっとね、変えようかな、いつか。いつか変えます。いつか変えます。いいよ、もう庭、お庭だ。確かに、それでも。お庭です。綺麗でしょ。綺麗です。あとは花ちゃんですよ。花ちゃんの背景。そう、これね、おしゃれ感じじゃない。ど、何そこ、どこ、インスタにも載せたんだけど、うん、思い出のね、あるカフェなんですよ。みんな行ったことあるよ。ある、思い出した、思い出した、わかった、わかった、もう、もう、じゃちょっと行ってみてください。せーの、もう多分リモートだからバラバラになっちゃうと思うけど、せーので、せーの、セカミズの撮影のしたとこ。はい、正解でーす。そうなんですよ。ミュミュが主演で出演していて、で、私たちもカフェにいるメンバーだったりとか、親友の役で出演させていただいた映画、世界一おいしい水マロンパティの涙の、とあるシーンでね、ロケで伺ったカフェでございます。はい。カフェの背景。あれ？壁？カメン綺麗、うん、おしゃれ、はい、いや素晴らしいですね。セカミズ ね、 みんなカフェがあるからね、うん、はい、コメントもいただいておりますよ、うんうん、はい、これじゃあカフェから参加します。いいね、素敵素敵、良きですね。ありがとうございます。今日はみんなおのおのの場所から、はい、配信しております。はい、イエーイ、やろー。ではここでアバターのゲットの仕方をね、説明させてもらいますね。はい、ありがたいことにエルフィンはですね、エルフィンのアバターがございます。こちらのアバター番組配信中にギフト、それからコメントくれた方にプレゼントしておりますので、ぜひぜひね、女子投げていただけたら自動的にアバターフロダに追加されますので、よろしくお願いいたします。
くださいませ。お願いします。お願いします。あと結構今日コメントでね、来てるのがね、初見さん結構多いなと思って。あら、ありがとう。ありがとう。ゆっくりしていってね。でね。ではね、さらにさらにショールームの説明の方もさせていただきたいんですけれども、今回はですね、まあショールームの説明、リモート配信久しぶりということで、普通に呼ばせていただきます。なんで微妙な、みんなすごい首、こんな首すん、こんなすん、こだまかな、いい、なんでその首かしげるのよさ、なんでよ、普通にやらせて。そうね。まあ、みにみにちょっと普通がちょっとあまりにも新鮮だったから、あれなんだけど。コメントめちゃめちゃ真逆って感じ。一番みにみから引き離れてる言葉って感じ。たまにはね、たまには。超近いわ、さっと通じて。超近いわ。じゃあどうする、なんか、待って、じゃ逆になんかある、私ね、私今日ね、提案したくてスケッチブックに書いてきたよ。すげえ良い周到。じゃあ、いいよ。ある人はちょっと出してみて、じゃあ。じゃあ、あるんだったら。あるんだったら、どうかしら。2人書いてる、あれ、今書けるかな、書けるか、良い周到。すごいな、みんな。すごいね。そう。じゃあ、ぜひやってもらいたいなって思って。うん、じゃあ、ちょっと、じゃあ出していただこうじゃないの。うん、出していただこうじゃないの。出してみる。やった。せーの。したい。あ、前もそれだね。今牛、あ、待って。せーの。あ、牛じゃ、ちょ、ぶ。やべやべ。やべやべ。せーの、あっちゃ。やべやべ。あちゃのも気になったけどね、今。ちょっと。これがいい、私。やぶね。これが、やぶね。嬉しい。危なかった。危なかった。時間よ、だって。分かる人にしか分かる、牛、ドッシン、ちょっともう。分かった。分からない人にも分かるような牛、ドッシンでお願いします。お、難しいな、それ。つまりさ、一通りやんなきゃいけないやつだよね、それ。もう一回見たいです。お願いします。何度でも見たいですね。本当かよ。じゃあ、まあ、やるよ。やりますよ。はい、やります。じゃあ、行くよ。ショールームの説明をうっしーとシーンでいきまーす。はあ、寒いねー。いや、でも久しぶりのさ、リモート配信だからちょっとテンション上がるね。上がる。うっしー。あ、何？うっしー。窓の奥。窓、何？から。うっしーとシーン。うわー。おめえ、何？落ちた。何が落ちた？牛だ。おやかだ。空から牛がどっしんって落ち、牛どっしん。これがその後に伝わる牛年のルーツである。ショールームはアイテムを投げたりコメントを書き込んだりしてもらって皆さんと楽しむ番組です。ユーザーの皆さんが投げたポイントが多いほど熱の前の方に出てくるようになります。前の方にいる方の方がコメントも読みやすいのでぜひ前に出てきていただけると嬉しいです。これが後に伝わるエルフィンの美聖女ホームルームである。終わらせ、終わり、あもう何なんだよこの時間。お疲れ様です。お前、ありがとうございます。拍手。どういうことなんや。パチパチですよ、これは。いやー、すごい。どういうことなの、どういうこと。なんか同じスタジオでやるのはまだあれだけど、説明のところだけ覚えていただいて、あとは忘れていただいて、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。